杉並区では共愛道路が多い区内の道づくりの方向性を示す道路整備方針の考え方を作成しました。この方針は今年7月に実施したアンケートの結果を踏まえたものです。アンケートの結果では、歩道を安全に快適に歩けるようにしてほしいなど、防災性・安全性の向上を期待する声が7割に達しました。なお杉並区では現在この考え方に対する区民からの意見を募集しています。